中国南部。家の中に忍び込んできたのは一匹の猿。男性がソファーで昼寝をする中、辺りを見回し、部屋の中をキョロキョロ。寝ている男性に気づいて、一旦入ってきた方へ戻りますが、頭隠して尻隠さず。猿は再び部屋をうろうろ。見つけたのは、リンゴ。むしゃむしゃと音を立てて美味しそうに食べていますが、男性はまだ夢の中。猿は物音に反応し逃げていきました。その様子に気づいた女性が部屋へ。男性はようやく目を覚ましました。どうしたの？猿だよ。猿？窓から入ってきた。どこ行っちゃったのかな。目をこすりながら男性はまた眠りにつきました。